北九州空港、北九州空港、北九州空港は、福岡県北九州市小倉南区空港北町と、京都郡神奈町空港南町にまたがる、人工島に位置する空港、海上空港である。ターミナルビルや空港事務所は、北九州市側に所在する。国際航空輸送網または、国内航空輸送網の拠点となる空港として、 空港法第4条第1項第6号に該当する空港として、政令で定める空港、国管理空港を区分されている。2006年、平成18年3月16日に開港。開港時の名称は、新北九州空港で、小倉南区曽根にあった、旧北九州空港、1944年開港の実質的な移転である。 旧空港は開港前日の3月15日に運用量が明日ともに北九州空港となるのは2008年の空港法改正の時である。空港島は北側が北九州市小倉南区、南側が京都郡神田町にまたがるが、空港施設の大半は北九州市側に位置している。本土とは地域高規格道路である新北九州空港道路。 福岡県道245号新北九州空港線で結ばれており、神田町側からアプローチすることになる。スターフライヤーが本空港をハブ空港、本拠地と位置づけており、本社を空港敷地内に置いているほか、2006年3月22日からは、北九州5時30分発、羽田七時着の早朝便を就航させ、全国の国内定期旅客便で最も早い始発便。 最も遅い最終便が運航される空港となった。また、同年8月22日から国内で9番目、九州では最初の24時間空港として運用している。2012年、平成24年に福岡空港の発着数が滑走路1本で運用可能な限界を超え、航空路線の新規就航や増便が困難となっていることから、 福岡県は2014年、平成26年11月に策定した福岡県空港の将来構想で、福岡空港の発着枠を超える、就航希望航空会社、特に LCC と貨物専用便について、北九州空港に誘導するとしている。開港前の2006年に放送された、上戸彩主演のフジテレビ系連続ドラマ、 アテンションプリーズ第1話のロケーション撮影が行われたり、米倉良子主演の映画、交渉人 t ムービーがエプロンでやれたりと映像作品への露出が多い。旧北九州空港は太平洋戦争の最中に大日本帝国陸軍の飛行場として建設されたという経緯もあり、滑走路が大型ジェット機の離着陸のできない1600メートルと短い上、 滑走路の延長を行おにも三方山に、もう一方、ソネイヒ型に囲まれていることもあって拡張が困難な状況にあった。また、地形上切りの発生が多く、欠航率が25%と高かった。このような問題を解消すべく、北九州市が1971年に、旧北九州空港の代替としての新空港の建設を国に要望。 1981年に第4次空港整備において新規事業採択され、1994年に新北九州空港として政令指定を受け、新空港の建設が行われた。空港整備の事業スキームとしては、国土交通省が、津尾灘の沖合 3km の位置に関門航路の春節土砂の処分施設として、新文字置き土砂処分場を、 神田沖土砂処分場を建設し、北九州市がこれを流用して、全長4125メートル、全幅900メートル、面積373ヘクタールの空港島を建設し、大型機の離着陸可能な2500メートルの滑走路を持つ海上空港を建設することになった。前述の通り空港島の小岩築造や埋め立て土砂投入費用は、 関門港の港湾整備事業、事業費1500億円として行われたこともあり、滑走路など空港本体の建設費は1042億円と、関西国際空港、1兆5461億円、第一期事業、中部国際空港、7680億円など、他の完全埋め立てによる、海上空港と比較して割安に建設された。この計画策定において、 1990年、防衛庁、当時が、海上自衛隊小月航空基地の空域と近接し、運用に支障が出るため滑走路方位は、その影響が少ない東西方向とすべきであると主張、南北方向の滑走路建設計画に反対を表明した空域問題。このため、北九州市長の末吉光一の仲介の下で、当時の運輸省と防衛庁の間で調整が行われ、 完成後の運用空域に制限を設けることが条件として付加されて政治決着が図られ南北方向の滑走路での建設が決まった。ターミナルビルは福岡県や北九州市など地元自治体や民間企業が出資する第三セクター北九州エアターミナルが運営している。ビル内の商業施設エリアには井豆津屋が北九州空港店を出店している。 総合観光案内所には、北九州市に、ゆかりのある、松本零士にちなんで、空港カウンターロビーなどで、メーテルが出迎えている。2006年4月より、東港を発着する便の航空券に、旅客施設使用料として100円が上乗せされている。2017年度の年間利用客数は、前年度比17.2%増の164万4094人。 周辺には山口宇部空港、大分空港、福岡空港があり、利用客の獲得競争が起きている。2009年度に北九州市内在住者の羽田便の利用について、北九州市が分析した結果によれば、北九州空港が57%であるのに対し、福岡空港が42%と、アクセスや便数などの面で利便性が高い福岡空港を利用も多い。 開港前の2002年、平成14年に国土交通省が実施した需要予測では、東京、羽田線に加え新千歳、中部、大阪、伊丹、大阪、関西、宮崎、鹿児島、長門を結ぶ路線の就航を前提に、2007年度、平成19年度の利用者数の予測値を合計で283.3万人としていた。一方、 地元自治体などが出資する第3セクターの北九州エアターミナルは設計上の利用客数の上限を150万人としてミナルビルを建設しており同時間帯に発着できる便数が限られている。国土交通省の需要予測では東京、羽田線の予測値は122.6万人、1日、9往復であったのに対し2017年度、 平成29年度の実績値は129万4848 48人、1日16往復及び、不定期臨時便となってを予測に含まれなかった新規路線として就航した名古屋、小牧線の2015年度、平成27年度の利用者数は2万5209人、1日1往復となっている。また、予測では国内線のみを想定していたが、 2016年、平成28年に、国際線三路線、ソウル、ニガワ、富山、大連が就航し、2017年度、平成29年度の利用者数は合計で24万5781人、内訳は、ソウル、ニガワ1 1 4万5958人、フ山線8万2012人、大連線ン17811人となっている。 国土交通省では2011年平成23年4月に予測と実績の帰り要因について路線ごとの分析結果を公表した予測に反し実際には就航しなかった路線について大阪、鹿児島路線は競合する区間の新幹線の便数が予測より増加し運賃が低下したこと宮崎路線は運賃が安い長距離バスが多数運行され自動車 バスの分担率が上昇したこと、新千歳路線は航空会社が直行便を減らし羽田乗り継ぎ便に集約する傾向があること等を要因とした。就航後に路線廃止となった中部、那覇路線については予測に対して実際に就航した便数が少なく利便性の低さ等により実績が予測を下回ったとした。なお、那覇路線については2017年、 平成29年から季節定期便として再就航している。航空会社が2社以上の場合、最善の航空会社の機材、乗務員で運行する共同運航便、コードシェア便。かつての定期就航路線、ANA カーゴが2018年6月から那覇空港経由の国際貨物定期便を就航している。貨物専用機による定期便は、 九州地方の空港で唯一であり、同社の沖縄貨物ハブを経由して、ソウル、台北、シンガポール、上海、香港、バンコクへの輸送ルートを形成する。就航当初は、関西国際空港を出発し、北九州空港経由で、那覇へ向かうルートにて運航していたが、2018年10月28日から、成田国際空港発に変更。成田から、 北九州の区間を活用する形で、福岡空港止めの輸入貨物の取り扱いも開始した、北九州空港から福岡空港までは陸送。また、かつては、ギャラクシーエアラインズによる東京、羽田線、大阪、関西線、洋ス港海運航空による上海線、日本貨物航空による東京、成田線などが定期便として就航していたが、廃止。 運休に至っている。このほか、生体場や大型貨物の輸出入のためチャーター便、臨時機構便などによる大型貨物機が就航している。2013年11月24日、NASA と JAXA が共同開発した人工衛星、g p m 主衛星の輸送に北九州空港が利用された。 この輸送が北九州空港と空港島の護岸を使った初のシーエアー輸送となった輸送経路はアンドルーズ空軍基地からアメリカ空軍の大型輸送機 C-5 ギャラクシーによる空輸で北九州空港へ空港島の護岸から内航線で種子島まで海上輸送打ち上げが行われる種子島宇宙センターまで陸送というものであったなお 北九州空港での空港ランプから五岸までは特殊車両で陸上輸送された。三菱航空機が開発中の MRJ の量産に当たり、飛行試験及び中期場所のサブ拠点として、本空港の活用が検討されている。飛行試験は2016年度後半以降に開始される見込みでったが、2018年現在、飛行試験の実施には至っていない。 空港の開港に合わせて2006年2月26日から東九州自動車道の一部区間北九州 JCT 神田北九州空港 IC が共用開始。新北九州空港道路も同年3月5日から共用開始となった。通行料無料の橋としては2015年1月31日に宮古島市に3540メートルのイラブオ橋が開通するまで 日本一の距離2100メートルであった。北九州市、福岡市、及び別府市等を結ぶバスが運行されている。このほかかつては一般路線バスとして、西鉄バスの神田駅、ゆくはし駅北九州空港、2009年9月30日まで運行、太陽交通の神田駅北九州空港、ソラッピー、2015年3月31日まで、 運行などがいました。早朝、深夜の時間帯に運行される便に接続するバスが、国内機方面、福岡市内方面に限られるため、2016年8月現在、これらの便に合わせて、北九州市内各地、下関市内向けの乗り合いタクシー、用余が運行されている。北九州空港のホームページ等を参照。 最寄り駅は JR 日本本線休毛駅、神田駅だが、共に普通列車しか停車しない。特急列車、ソニック、日輪、日輪 C ガイア利用の場合は、上りは、行橋駅、下りは、小倉駅、一部下曽根駅で、普通列車の換えとなる。最寄り駅や小倉駅から空港までは連絡バスが利用できる。現在、 北九州空港振興協議会によって空港島と小倉駅を結ぶ空港連絡鉄道の建設可能性について検討されている。鹿児島本線を新文字経由で延伸する案、山陽新幹線を新文字経由で延伸する案、日豊本,本線を下曽根駅経由で延伸する案などあるが、いずれの案も現時点では空港を利用する旅客が、 少なく、採算が見込めず実現は困難しされている。北九州空港の航空交通業務を担当する。機関は次の通り。開港当初の北九州空港は、新入管制業務を、福岡航空交通管制部、福岡市が受け持ち、北九州空港事務所航空、管制運航情報官が、飛行場対空援助業務を行う、レリオ空港。 飛行場完成業務は行われいであった。また、軽機出発、進入経路が山口宇部空港や海上自衛隊小月航空基地、下関市と重複しており、東空港やこれらの空港や基地に到着機や出発機がある場合は、離着陸、軽機進入や、軽出発ができなかった。さらに、空港建設決定時の制限事項として、空港のすぐ南側にある、 航空自衛隊地城上飛行場の管制権に立ち入ることができないことが定められていたため、南側からの景気侵入方式が設定できず、これらの理由から悪天候時には運航ダイヤに頻繁な遅延が生じていた。このような状況を改善すべく、北九州空港事務所に航空管制官が配置され、2007年10月1日より24時間の飛行場管制業務が開始された。 さらに、2008年3月13日より、航空自衛隊追機基地が担当する管制空域、築上侵入管制区が拡大され、東空港と山口上空港において、ターミナルレーダー管制が導入された。このため、開港直後に多発した運航遅延は、程度の運航状況ではほとんど遅延の発生が見られない程度に解消されている。 2014年4月1日000 0からは、北九州空港の飛行場管制の運用時間が縮小され、交通量が少ない深夜、早朝は、福岡 FSC による多飛行場援助業務が行われるリモート空港となっている。それぞれの担当時間は以下の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。